空力ブレーキ、空力ブレーキとは空気力学的な力、空気抵抗を利用する制度方法。空気抵抗は流れに対する物体の投影面積に比例するとともに速度の事情に比例するため高速で動く物体のスピードを効率よく落とすために使われる。なお、空力ブレーキは分野によって呼び名が変わることがある。宇宙開発分野では 大気圏突入における大気圏より高層の希薄な大気を利用したブレーキがエアロブレーキング、大気制動、空気制動などといった章で知られる。その名称通り大気が存在する場合に使用可能となる制動方法である。以下ではこの高層大気におけるブレーキングについて述べる。惑星探査機や再突入カプセルでは惑星の大気を効力として用いることで 惑星との相対速度の差を減らす。なお、一旦少量の燃料を使って高い軌道へ投入した後、大気抵抗を利用して徐々に軌道を下げる手法をエアロブレーキと呼び、惑星到着時に直接大気に突入し、一気に減速して軌道へ投入する方法をエアロキャプチャと呼ぶ。また、空力ブレーキは地球周回軌道で軌道速度を減衰させて、 大気圏に突入するためにも利用されている。どの程度の濃厚な大気でそれを行うかにもよるが、空力ブレーキは衝撃加熱によって宇宙機の運動エネルギーを機体のすぐ前方の大気の熱エネルギーに変換するため効率が良い。ただし、空力ブレーキを惑星再突入時に利用するには、機体を空気力学的に最適な形状に加工しなければならず。 減速による強力な加速度にも耐えなければならない上、十分な熱遮蔽も必要となる。これに失敗すると機体が破壊されてしまう恐れがある。ブレーキングなしで大気圏に突入するにはエアロジェルが必要である。世界で初めてエアロブレーキによる軌道制御に成功したのは日本の起点である。百九十一年三月十九日に世界で初めて エアロブレーキ時の減速量と加熱量の計測を行い、惑星突入時の制度を、軌道制御技術としてのエアロブレーキング、制度だけでなく、制御もいったので、正確にはエアロコントロール技術を初めて確立した。地球の高度 125.5km を秒速 11.0km で突入し、秒速 1.712m 減速したことが確認された。 1993年5月25日には、金星探査機マゼランがエアロブレーキ実験を行い、4日間でペリ時点高度を 172km から 140km まで下げることに成功した。1997年には、マーズグローバルサーベイヤーが火星軌道投入後の観測軌道への移行時に、太陽電池パネルを翼のように広げたまま、 火星大気上層部の希薄な大気を通過し、遠地点高度を何度も下げた。この手法では、宇宙機にかかる熱や圧力が少ないため、アポロの指令船のような形状ではなく、写真にあるマーズリコネッサンスオービターのような複雑な形状で問題が起きない。この火星軌道投入後の観測軌道移動用の高度引き下げにはその後も使われており、2001マーズオデッセイと マーズリコネッサンスオービターでも使われた。欧州宇宙機関の金星探査機、ビーナスエクスプレスも観測運用を終了した後、2014年6月から7月に高度を下げて大気の影響による減速を調べる実験を行った。より意欲的な試みとしては、日本の宇宙科学研究所他の共同で、柔軟構造やロシェルと呼ぶ、より構想。 地球大気の場合で高度 70km 以上からブレーキとして機能する構造を持った柔軟構造大気突入システムというものが開発されており ISS から放出した衛星の減速、および低軌道でのイリジウムを利用した衛星との通信を確認する X 試験などを行っている同期は式のため消失させたが最終的には軟着陸あるいは 地球以外の惑星への航空機の投入といった応用が考えられている。空力ブレーキはハード SF にも登場する。アーサー・シー・クラークの小説、2010年宇宙の旅では、ロシアと中国の宇宙船が木星の衛星に到達するため、木星大気を使って減速するシーンが描かれている。航空機では、エアブレーキあるいはスピードブレーキという装置、 動力アクチュエータの名称として知られ、減速、降下時や着陸後の減速に使われる。低速では、効果が期待できないため、タキシング中は、他の乗り物と、同じく摩擦ブレーキが使われ、操作方法も異なる。旅客機やグライダーは、主翼上面にスポイラー、スポイラース、空気の流れをスポイルする、乱すものを装備するが、これは効力を増すブレーキとしての作用より、 揚力を減らす作用が主眼である。着陸侵入時に高価格を調整するなど、飛行中と着陸後の両方で使用されるスポイラーは、フライトスポイラーと呼ぶ。左右どちらかの翼状のスポイラーのみを使い、ロール軸の制御のエルロンを補助、代替することもある。また、着陸後でないと使用できないスポイラーがあり、これを、グラウンドスポイラー、グラウンドスポイラース、グランドスポイラーともと呼ぶ。 戦闘機などの軍用機が装備しているのは効力を増すことが目的のブレーキでありエアブレーキかスピードブレーキと呼ばれることが多い戦闘機は速度を低下させる場合にエンジン出力を絞ってスピードを抑制してしまうと再度機体を加速するときにエンジン出力を上げる操作を行っても素早いエンジン回転上昇が伴わず戦闘に不利なるため戦闘時などは エンジン出力を下げないままこのブレーキが使用される。また、第二次世界大戦頃によく見られた、急降下爆撃機の場合などは、急降下時に飛行禁止速度、機体の強度限界の超過を防止するために使用される。この類のものは、ダイブブレーキと呼ばれることがある。軍用機のエアブレーキは、運動性能への影響などの要素を考慮して、設置されるため、機種によって、装備位置は異なる。 スポイラーのような翼うわつらのもの以外にも、バッカニアや海マイナス86のように、後部胴体側面に装備するものがいくつかある。海マイナス15では、胴体上面中央にあり、エアブレーキの発生させる、乱れた気流が、後部に位置する2枚の垂直尾翼に当たらないよう、設計されている。カナードが、グラウンドスポイラー的な役割をする、ジャス39の例もある。航空機には、 蒸気のような飛行中に使用する、こうしたエアブレーキとは別に、機体後部にドラッグシュートと呼ばれる一種のパラシュートを格納しておき、着地後にこれを展開して、原則に利用するものがあるが、これも空力ブレーキの一種である。海マイナス2など一部の戦闘機や、スペースシャトルなどが使用しているが、大半のものはドラッグシュートなしでの着陸も可能で、使用しなかったとしても、 制動距離が若干伸びる程度である。オービタは確実に停止させるためにも常に使用するが、戦闘機では使用しないことも普通である。また、オービタも当初はドラッグシュートが搭載されていなかったため、エアブレーキとホイール、車輪のブレーキによる着陸を行っていた。ドラッグシュートを装備しているのは、制動距離を短くする目的以外に、打点や凍結時など、 路面の摩擦係数が小さい場合に、風見効果によって、着陸滑走の直進を保つという面もある。鉄道車両では、時速 200km 以下では、効果が少ないことや車両限界の関係もあり、営業車両での採用はなく、高速鉄道の高速試験車両で見られるのみである。屋根状に抵抗板を出す形である。新幹線でも古くから検討されたことはあったが、 実際の採用例としては、JR 東日本の高速試験車両 E954 型、E955 型に通称、猫耳と呼ばれる線形の抵抗板が装備された。同装備の使用時は騒音を発生させることが懸念され、緊急時のみの使用が想定されていた。最終的な試験結果では、空力ブレーキがなくとも、制動距離を在来車並みにできるという結論が出されたた。 開発される量産車、現在の E5 系、E6 系電車は、空力ブレーキが省略されることとなった。一方、超電動リニアでは高速走行中の停電時などの非接触のブレーキとして研究されており、丸 1.002NMLX01 試験車両に抵抗板が装備されている。オートバイのレイエースでも、空力ブレーキは使われる。オートバイそのものには、 空力ブレーキという部品はついていないが、操縦者の体を走行風にさらすことによって生じる空気抵抗をブレーキとして使うもので、動作が容易であるとともに一般的なテクニックである。空力ブレーキとして使われるのは、主として状態、頭、胸、腕と膝である。急性動をかける際に状態を起こして、膝を開き、空気抵抗を増す。また、カーブを曲がる際に、 カーブの内側の膝掛けを開くことで、左右の空気抵抗に意図的に差をつけ、それを旋回力として利用するということも行われる。自動車のレースでも、メルセデスベンツ 300SLR のエアブレーキといった例がある。しかし、現状、空力パーツを多用している、回一をはじめとする、フォーミュラーカーをはじめ、ほとんどの競技車両はそのルール中に、 空力パーツは車体に固定しなければならない。と同時に、可変であってはならないという原則があり、整流用のウィングと違い稼働とする必要がある。ブー器への空力の活用は、ほとんど見られない。劇用者では、テレビドラマ、西部警察に登場した、マシン RS-2、ベースは、R30K スカイラインは、トランクが、 逆向きに開閉するように改造されており、エアブレーキであるという設定がある。このギミックは劇中内では未使用となったが、当時発売されていたプラモデルやミニカーでは、逆向きトランクが再現されている。一般に軽量かつ超高速で走るレーシングカーは、少しでも車体が浮き上がると、大きな揚力が発生し、車体が舞い上がってしまう。これは、 ナスカーのようなオーバルコースを超高速で走るようなレースではクラッシュ後の大きな危険の要因となる。そこでナスカーではルーフに可動式のという大型空力パーツの設置が義務、蹴られており、これにより揚力を抑えて舞い上がるのを防ぐ。この働きは効力を増すブレーキというより揚力を減らす航空機のスポイラーに近い。ビッグアンと呼ばれる多重クラッシュなどのアクシデントの 動画などを見ると、このフラップが開いているのがよくわかる。ドラッグレースなどでは、コールライン通過後にドラッグシュートによる空力ブレーキを、制動距離の短縮を図ることと通常のブレーキの補助として使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。